あれですよ、2月も3日ですよ、先生。もうこれね、こんばんは。早いなあなんて思ってんですけどね。おはようございます、よろしくお願いします。グッドアフタヌーン、ミルアカライブのお時間でございます。今日は2020ルーキー徹底チェックというテーマで先生がお送りしてくれますよ。井上真央です。庄司健が岩盤移籍に決まりました。ノーミルク佐藤です。たった今そのね、リリースが出たとか出ないとか出たらしいですね。言ってましたけれどもね、できたよ、トゥールーズから、ディフェンダーが。吉田麻也もね、なんかかっこいい動画見ました。なんか美術館みたいなところ撮ってるやつね。本当ですよ。風邪気をつけてくださいね、これね。いや、ありがとうございます。皆さん、こんばんは。コメント全部見てます。そして今日はね、ちょっとコメントをボールで弾くような感じになってますんでね。何ですかこれは。ありがとうございますね。右サイドがね、ちょっと今日はコメントが流れるような仕様にしてみましたよ。どうですか。ありがとうございます。そう、ガンカチさん、そうなのよ。今日さ、昼さ、ちょっと区役所に行く用があってね。区の役所。歩いてたら近所の商店街があるんですけど、その空にさ、すげえジェット機が低く飛んでんのよ。なおまるさん、ナイスパンありがとうございます。なおまるさん、ナイスパンされてざます。こんなとこで俺ジェット機見たことないけどなっつって、なんか危ないのかなと思っちゃうぐらい、そんなに低空そこ飛んでたの。そしたらこれ今コメントでもいただいてましたけど、羽田空港の新ルートを今チェックしてんだって。新ルートを試しに飛ばしてる機械なんだって。だから絶対こんなとこであんな低く飛行機飛ぶはずないのになってびっくりしちゃった。ちょっとでもジェット機をね、近所であんなかっこよく低く見えたのちょっと感動しちゃった。だから「ハッシュタグ新ルート」みたいのでね、そう、羽田の新ルートみたいなの検索すると各所でそんな驚きが今日語られてるんですよ。今日だけなんすかね、なんすかね、私たちも甘んじつ新ルート探していきたいですね。さあ今日も始まりましたミルクさんからなんかね、季節の話題なんかも。そして海鮮丼さん、ナイスパーでございます。そのエノギアスさんもナイスパンでございます。